アゴ料理のオムライスを主力にしているレストランチェーン。株式会社ラケルは、ラケルダイニングレストラン、ラケルファストファーストフード1店、ホロン2店、計49店舗を展開している。1963年に卵料理専門店として、ラケルを創業。プレミアム卵の用土卵光を使用した、手作りのふんわりとした食感のオムライスで知られる。首都圏を中心に、 インショップ型店舗を主力として都心部へ出店を続けている。近年は東北、東海、近畿、中国、九州地区へも進出。フランチャイズ事業としてフードコート出店に対応したファーストフード型店舗のラケルファーストほか新業態の開発も行っている。ラケルのレストラン店舗内装はイギリスコスイ地方農家のダイニングをモチーフに作られ棚や椅子、 テーブル類にも工夫を凝らしたイギリス風のものを採用。料理で使用する卵はブランドエッグであるヨード卵光を使用していた時期が長かったが現在はエグロワイヤルに変更している。また自社開発のプライベートブランド食材を多用した品質重視の料理を提供している。特に料理と共に提供されるラケルパンは老若男女問わず人気を集めており。 近年では一部盛況の宅配でも販売されている。客層は女性を中心とした若年層の利用者が多いものの男性客が少ない。また、ダケルのオムライスは独特なものであることが一つの特色となっている。通常のオムライスではチキンライスをオムレツで包みトマトケチャップをかけるというものが主流であるのに対して、 同店のそれは、ドライカレーをベースとしたフィリングを、オムレツで包んだ上にデミグラスソースをアレンジした、オリジナルのソースをかける、といったものが基本となっている。最近では、チキンライス、重国米を使ったオムライスを展開しており、ソースのバリエーションも、豊富にある。上述のフィリングは、カレーの風味が強く他のオムライスチェーンとの違いとなっている。 トローリ卵のデミグラスハンバーグオムライス蠣にセットメニューの一部を抜粋。ラケルに関するカテゴリー。ありがとうございます。